株式会社京都ホテルは京都府京都市中京区に本社を置くホテル運営会社。主要施設の京都ホテル大倉は京都の老舗ホテルの一つである。京都ホテル大倉の起源は神戸の実業家、前田又吉が1888年に二条派し、西爪上がるで創業した旅館、京都時和である。前田は旧官境上跡地の払い下げを受け、1890年に 洋風木造建築の時和ホテルを渋沢栄一、大倉木八郎、藤田伝三郎ら財界の大物によって設立された日本土木会社の志向で竣工開業させた。時和ホテルは1894年に井上北郎によって買収され、平安遷と1100年記念式典の行われる1895年に京都ホテルとして営業を再開。 九百二十五年十二月十六日、大丸五福店社長、下村翔太郎が、京都ホテルで、結婚披露宴を、挙行、五百0名余りが参列した。九百二十八年に二月は、鉄筋コンクリート構造、七階建ての新館が、清水組の設計、試行で完成した。九百二十八年十一月には、京都ホテル支店、京都ステーションホテルの営業開始。 1929年、京都ステーションホテルを京都ホテルから分離した。1991年12月、総合設計制度の適用を受け、高さ60メートルの高層ビル、京都ホテルを受け本館の建設に着手、1994年に竣工した。このホテル改築をめぐっては、京都の景観を破壊するとの反対意見も根強く、激しい論争が繰り広げられた。 高さ60メートルは京都市中心部のビルでは京都駅ビルと並んで最も高い。現在では総合設計制度の活用が廃止されたため、中心市街地にこのような高層ビルを建てることは困難となっている。2001年に京都ホテルは経営再建策の一環としてホテルオークラとの業務提携を決定。2002年に大倉ホテルズリゾーツに加盟して、 本館の名称を京都ホテル大倉に改めた。株式会社京都ホテルは1927年に設立。1969年10月1日に京都証券取引所に上場。2001年3月1日に大阪証券取引所市場第2部に上場した。さらに2013年7月に大阪証券取引所が 東京証券取引所との見物株統合により、東京証券取引所史上第2部に上場した。1977年以降は日霊が筆頭株主となり経営支援を続けていたが、2005年1月にホテルオークラが株式譲渡を受け筆頭株主になった。ありがとうございます。